はい、いつもありがとうございます。なにわのひふるくでございます。本日も最後までご視聴お願いいたします。え、あー、どんちゃんじゃないのに今回はアレックスなのに、この頭はい、というわけでバンされた動画シリーズアレックス編ということでお届けいたします。この日は出だしは好調、中盤もみもみ、終盤ラストのラストで跳ね上がるという形で約3000枚を叩き出した動画となっております。今は行ってないお店なんですけれども、当時アレックスを寝台入れ替えして確か初めての週末だったと思うんですね。こちらのお店の癖としては、初めての週末にバラエティコーナーの寝台に設定を入れやすいという当時の傾向がありまして、それを狙い朝から座りましたところ、おそらく5か6であろうというアレックスの実践ということで、特に最後のビッグ5連打の部分で一撃で跳ね上がって3000枚弱出たという、自分の中では非常にこれぞ高設定の A タイプだなと思えるような動画構成となっておりますので、まあ今もそうですけれども、まあ至らないとこだらけでリーチ目の見逃しとはあると思いますけれども、ぜひ最後までお楽しみください。それではいってらっしゃいませー、バイバー皆さんクズクズダイリコちゃうよ
おかしいんちゃうか。はい、お疲れ様でした。いやー、この日は実にドラマチックな展開でしたね。当初波が来たかと思いきや、中盤はもうずっと揉み込んで、そして最後の最後でビッグ連打で上に上がるという、これぞ A タイプというような波を描いて、ストック機を思わせるような連打で、実に楽しい一日でした。はい、これ以来自分が行くお店では、まあアレックスにはちょっと設定が期待できないような状況ですので、なかなかね、このもう3000枚弱っていうのも難しい。まあイベント等あれば積極的にこの頭で、あ、違う狙っていきたいと思います。そんなわけで今回はバンされた動画シリーズアレックス編をお届けいたしました。初見の方も常連さんも、ご意見ご感想をぜひコメント欄にお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。ありがとう、いつも。え、ひねで、よろしくお願いします。ありがとうございました。